楠本調査郎から1946年12月6日は日本の内科学者。富士通大阪医科大学を昇格させ、大阪帝国大学を創設した。その後、大阪帝国大学第二大総長となり、微生物病研究所、産業科学研究所等を設置し、大阪帝国大学拡大に貢献した。一回は肖像くらい。君等は君位等。 非全国大村藩の威嚇すのき本家の四大岩章の次男として1871年1月20日、長崎県西園木郡七鎌村に生まれる。幼少の頃から父を失い、三人の妹と共に祖父と母によって養育された。祖父が1882年10月に亡くなってからは、母が長三郎ら四人を女で一人で苦労しながら養育した。 自母の愛情に応えて、第一高等学校を卒業し、東京帝国大学医科大学医学科卒業、大阪府立高等医学校教諭、府立大阪医科大学教授を経て、大学長、同病院長となった。故郷に対する思いは強く、1921年には貧困学生や推薦学生に供給するために、多額の奨学金と公開堂を強度に寄付した。 1906年ドイツ留学中にザリチンの作用、食事と糞便の肝油との関係、コプロステリンなどの研究を行った。帰国後、後に知られるビタミン B1 について語っていた。1909年には、腎臓における出血の発生についての論文で、東京帝国大学から博士の学位を授けられた。努力は、研究よりも臨床に大きく傾けられ、 患者に対して親切丁寧に対応していた。勤務というよりも趣味のように好んで患者を見ていた。54歳で、府立大阪医科大学学長に就任した後も、患者の診療にあたって常に親切を胸とし、治療にかけては名人とも言われた。大阪の実業界言論界その他の方面への辛抱は非常なもので、誰しもその厄介になった。 楠本調査部老不立大阪会科、大学学長就任以来、県安の大阪帝国大学の創立に日夜努力した。1930年4月から半年間、欧米各国へ出張して、大学制度の実情を視察、研究した。帰国後、学内教官団、並びに、大阪府、大阪市、財界、言論会等の官民一致の協力を得て、 大阪帝大の実現に向けて奔走した。1931年5月1日、浜口友好総理、井上淳之介蔵将らの理解を得て、大阪帝国大学へと昇格した。大阪帝大創設費として、大阪府からの寄付金は、総額185万円にも上り、うち95万円は、調査部老の経理運営の刷新から得た、府立大阪医科大学病院の収入残余であった。 初代総長の人事については、地元の大阪側では、国立総合大学設立の推進運動の中心であった調査部老の就任を強く要望したが、文部省側は少し前まで文部次官だった、あわや県を主張して譲らなかった。間に立った文章、田中隆造は、理科学研究所から推薦のあった長岡半太郎に承諾を頼んだ。半太郎は、 しばらくの間躊躇していたが、公認を調査ぶろとすること、なるべく早く退任することを条件として承諾した。実際に半太郎は、当初より、就任期間を短くして退任した。1934年6月に、大阪帝国大学総長就任後、財界から寄付を集め、同年9月に微生物研究所を設立、1935年8月には、 大阪癌治療研究会を蘇生した。がん治療研究会ではチェコスロバキアからラジウム3グラムを購入し、ラジウムによるがん治療の短章が開かれることになり、新聞でも大きく報じられた。その後も1937年1月に日本学術振興会附属災害科学研究所を設置、1939年11月に産業科学研究所、 産業科学研究協会設立など、大学の規模拡大に大きく貢献した。1942年9月には、現在の小形公安の適塾の土地、建物が小形家と日本生命保険株式会社社長、成瀬徹との協議の結果、楠本調査部郎へ寄付された。楠本調査部郎体幹を機に、1943年2月、 楠本前総長記念小学会が組織され、1945年3月に在会、個人から募集した小学資金で楠本博士記念小学会が発足された。同小学会では、長三郎老の在職中の意思を継承し、人文及び自然科学の発達を促進助成する趣旨のもと、同年12月、大阪帝国大学各部の優秀なる、 卒業生に対する表彰などの事業を行うなどの規定を制定した。大阪大学では、現在も毎年、楠本も小学会から各学部、学科の優秀な卒業生に、楠本賞が贈られている。長岡半太郎とは、同郷の先輩後輩関係でかねてから進行があったのみならず、半太郎は妻や幼子の医療を調査部郎に全面的に頼んでいた。 蝶三郎の長女菊栄は、半太郎の次男正雄に嫁ぎ、楠本家と長岡家は、親戚関係となった。伊藤忠兵は、日露戦争当時から蝶三郎の世話になり、大変信頼し、伊藤家の主治医に迎えた。産業科学研究所設立の際には、親密な関係から、忠兵より買い受ける予定の土地を無理やり寄贈してもらった。ありがとうございます。